前回までのドリームクラブ。ひょんなことからドリームクラブに通うことになった主人公。今回はレイカちゃんを指名していきます。関西弁の女の子。プロボウラーを目指しているみたいです。続きをどうぞ。皆さんお疲れ様でーす。投稿者でーす。じゃあ続きやっていきましょう。今回からね、レイカちゃん指名していってます。まあね、謎のお仕事を一回かましてもいいんじゃないかなということで、謎のお仕事やっていきましょうか。さあ今日もレイカちゃん指名していくぞ。ご祝儀上乗せマジででかいよね。俺しばらく働かなくてもドリームクラブ行けちゃうぜ、こんなん。いやー、そのレイカちゃんボーリング場にねいるって話なんで、なんかボーリング場に行くようなデートとかもあるんじゃないかな。2月のお休みはいませんということで、ドリームクラブ行きましょう。まあバンバンストーリー進めていってもいいかなと思ってます。確かレイカちゃん、あ、でもどういうストーリーだったかは全く覚えてないからね。もうね、何一つとして覚えてない。ようこそドリームクラブへ毎回そうなんだけど、一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。はい、さあレイカさん行きましょう。レイカさん、レイカさんですね。はい。女の子のコスチュームに指定はありますか？あ、一回変えてみるか。ね、レイカちゃんの確か友達がルイさんだったと思うから、ルイさんのね、フォアも行かなきゃいけないんですよね。さあ、清楚な制服を着てもらおうかな。多分アマネの服装なんだけど。アマネの服装、あ、アマネの服装だね。なんかピンクのリボン似合わねえな。ちょっと待って、ピンクのリボンが似合わねえ。非常にピンクのリボンが似合わねえ。色が違いすぎる。あ、リボンなんか合わせてほしかったな、髪の色と。真っ赤な。レカちゃん、ごめん、一回これでいこう。アクセサリーとも合わせなね。ごめん、一回これでいこうか。かしこまりました。やばい、やばいよ、ダサいよ。なんかこれじゃない感すごかったよ。やばい、パート2にしてこんなことさせてる。大丈夫かな。全然似合ってなかったさ、今。あれ、アマネに聞かせさせてもさ、似合うんだろうかっていうような色してたよね。大丈夫かな、これ。いや、これはひどいかもしれない。怒られんかな。開幕、なんでこんなもん着させるって。レイカです。今日もありがとうな。嬉しいわ。後ろのソファーと同化しとる。なんか、あれだね。なんか、罰ゲームかなんかで着させられてる感がすごいね。まずはお酒を頼んでや。はいよ。なんか何入れようかな。あー、いや、俺もう最初からウイスキー飲むか。はい、どうぞ。ありがとう。ごちそうさまです。じゃあ遠慮なくいただくで。まあ、相変わらずヴィンテージワイン飲んでもらいましょう。3000もするけどね、大丈夫、お金持ちだから。じゃあ乾杯しようか。そうやね、乾杯しよう。乾杯。はい、挽回。あー、うまい、ビールがうまいよ。なんかレカちゃんあれだね、開幕絶対キラキラした目で見るよね。おいしいわ。飲むスピード早っ。喋ろっか。あー、これ聞いて大丈夫かな。レイカちゃんって大人っぽいよね。結構色っぽいからお姉さんに見られちゃうんじゃない。ところでレイカちゃんっていくつなの。ちょっと、レディーに歳を聞くとは失礼な人やね。え、ごめん。なんちゃって、まだまだピチピチ、23歳やで。あー、いい年齢だね。冗談かーい。怒らしちゃったかと思ったよ。よかった、レッカちゃんは23歳か。
でもピチピチってピチピチって表現が結構ねオバハン臭いよね。大丈夫？いやー、こう見ると本当に赤いな、服が赤いな、服赤いな、すげえフリフリついてるからコスプレ感本当に増してんな。聞きたいことがあるんやけど、はいはい、聞いてもいいかな。いいよ。すいません、ごめんなさい、ゲップが出ました。うん、本当に申し訳ない、ゲップが出ましたいやー、でゲップ出るよね、お酒飲むとゲップ出るよねボーリングって興味ある？ボーリング、まあまああるよ、ボーリングに興味あるよ。学生の頃はよくやったもんだよ。結構やり込んだからそれなりにいいスコアを出してたよ。でもプロを目指すレイカちゃんにはかなわないんだろうな。そんな、うちもまだまだやし、練習練習で頑張ってる最中やねん。ボーリング場でのレイカちゃんも見てみたいし、一度お手並み拝見したいよ。そうやね、今度チャンスがあったらね。話が合いそうやわ。よかったよかった。さあグイッと飲んじゃってね。もうグラスにお酒が入ってないで。はいはい、新しいお酒注文しようか。お願いします。まあ相変わらずウイスキー頼みましょうか。はい、どうぞ。ありがとう。お、レカちゃんもお酒ないんか。いただきます。うちを弱そうとしてるん？甘いで。いや、そのセリフが俺結構好きっすよ。じゃあ乾杯しようか。そうやね、乾杯しよう。乾杯。はい、乾杯。まあ、とりあえずおしゃべりしましょうか。レイカちゃんなら何食べる？レイカちゃんがこれだったらいくらでも食べれるってものある？俺はなんだろうなって考えたら、昨日の夜眠れなくなっちゃってさ。ただ好きなものを、好きな食べ物を思い浮かべるだけでいいのにね。うちはすぐに答えられるで。お、なんか明確に好きなやつあるんや。お母さんが作ってくれるまん丸のおにぎりやわ。あー、いいよね、なんか握られてないなんかまん丸のおにぎりも美味しいよね。子供の頃から大好きやね、なんぼでも食べられるわ。結構意外な答えが返ってきたな。意外か？レイカちゃんは関西っぽいたこ焼きとかベタな感じで食うのかと思ったんだけど。残念でした。たこ焼きも好きやけど、お母さんのおにぎりが一番やね。なるほどね。そろそろお時間やで、どうします？延長します。延長してくれてありがとうな。まだまだゆっくりしていってや。はいよ。まあ ETS かけてからやりますか。 OK、 喋ろう。うち相変わらず毎日練習頑張っとるんやけどな。はい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 。なんでやろ、ちょっと調子が出えへんのや。どうした？元気がないみたいだね。原因に思い当たることないの？うち大事なグローブをなくしてもうたんよ。地元にいるときに先輩からもらった大事なグローブ、いつもうちのボールを狙ったところにコントロールしてくれてたんよ。それは大変じゃん。ここあたり、心当たりは探してみたの？いろいろ探してみたんやけど、うちどうしたらええんやろうか。そうだな、思い当たるところをもう一度探してみるしかないかな。そうやね、もう一回ボーリング場を探してみよう。グローブ見つかるやんな。見つかるでしょう。レカちゃんがそれだけ探してるなら必ず見つかるよ。グローブをなくした日の行動を全部思い出してみよう。行った場所のどこかにグローブはあるはずだから。うん、
そやね。なんか見つかるような気がしてきたわ。名探偵のこの俺が言うことを信じて探してみてよ。探してみるわ。見つかったら名探偵ってことにしてあげるな。わあ、嬉しい。何も嬉しくないかもしれない。嬉しいやろか、それは。さあ喋っていこうか。なんだこう、今日は飲もうよとレイカちゃんのタイプとスリーサイズしか出てこないんだ。会話が全部同じやて。今日は飲もうよやったら、あの飲み合戦始まって俺が酔いつぶれるだけやねんこれ。まあ、タイプ聞いてもスキップしちゃおうか。会話スキープ。会話スキープ。会話スキープ。はい。いつもの会話やもん。はい、こんな時間だ。そろそろ帰らないと。もう帰らなあかんの？うん、流れ惜しいけど今日はもう帰るよ。ほな、また来てくれる？約束やで。よし。あー、またお見送りがなかった。まあこんな服着させてるのが悪いよな。確かにそれは俺が悪いかもしれない。あ、グローブ探してるって話だけど、なくしたグローブ探してるわけだから、まだあれかな、キーアイテムとかではないのかな。あ、でも2回目でキーアイテムとかっていう、そういう鬼畜、3回目か、実際は3回目でキーアイテムとかいう鬼畜はないと思うけど。毎度レイカやで。またまた会いに来てくれてほんまにありがとう。今日はうちの愚痴を聞いてもらってしまったね。ほんまごめんね。大事なもんなくしたもんってちょっと落ち込んでたんや。でも平野さんに話したらちょっとだけ元気出てきた気がする。今度はもっと楽しいお話しような。いつでも待っとるから会いに来てね。ほんならおやすみなさい。はいよ。まあ普通にアルバイト行きますか。今日はコールセンターでアルバイトして、まあ6万回収してですね、コスプレデーとかがそろそろやってきてくれるんじゃないかなと思うんだけど。嬉しいな、やってきたら嬉しいな。ビールがうまいな今日も。やっぱ夏に飲むビールって格別ですよね。さあドリームクラブ行きましょう。さあ一体どんな、でもグローブ見つかったか見つかってないかここで分かるのかな。どうなんだろう。いらっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。いやー、受付嬢ちゃん、一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。はいよ。おー、せっちゃんお休みなんだ。じゃあレイカさん行きましょう。ご指名はレイカさんですね。はい。女の子のコスチュームにご指定はありますか？ありません。変な格好させちゃったからね。かしこまりました。いやいやいや、あれですよ、コスプレでじゃなかったけど嬉しいね。あ、お休みが結構ある女の子とかもいるからね、しっかり見極めていきたい。まあでも基本ドリームクラブってそんなに難しいゲームではないと思ってるから、全然大丈夫だと思う。うん、大丈夫だと思う。ちゃんと女の子の話を聞いておけばね、ちゃんとクリアできるゲームになってるんでね。逆に聞かないとね、何かなんだか全然わかんないゲームだから。レイカです。今日もありがとうな。嬉しいわ。まずはお酒を頼んでや。はいよ。ボトル頼めないんだよな、この最初に。シングルメニューしか頼めないから。だからボトル入れたいんだけどね。はい、どうぞ。ありがとう。ごちそうさまです。じゃ、遠慮なくいただくで。はいよ。ほんじゃあ、まあ相変わらずヴィンテージワインお願いしますか。ヴィンテージワイン。そやね、乾杯しよ。はい、乾杯。乾杯。まあお酒飲みつつまた喋っていこうかね。はい、グイ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 ッとグイッと。はい、毎回おいしいを遮って会話を始めてしまう。どうしようかな。苦手なもの聞いとくか。一応レイカちゃんがこれは見るのも似合っていう苦手なものってある？うちはそんなに苦手なものってないと思うんやけど。あ、そういえば
うちピーマンが苦手やわ。あら、お子様だね。レカちゃんも子供みたいなこと言うんだね。ところで、どの辺が嫌なの？色といい、匂いといい、味といい、どれをとっても嫌やねん。あら。でも味とか見た目よりもピーマンの中身がない感じが一番あかんのよね。どういうことや。中身のない野菜も中身のない男もうちは苦手やねん。誰がうまいこと言え言うた。おっと、レイカちゃんはピーマンと中身のない男が嫌いなんだね。覚えておこと。何やった？ピーマンが中身ないから嫌いやった。多分パプリカも嫌いだな、この人。よいしょ。ゴビ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 。もうグラスにお酒が入ってないで。新しいお酒注文しようか。お願いします。まあなんか2回目からボトル注文できるけど、なんか2回目からボトルだと遅いんだよな。はい、どうぞ。ありがとう。やっぱウイスキー飲むのに限るね。ちょっとやってもうたかも。ほう、喋ろか。うちボーリングの練習しすぎやろか。え、どうしたの？最近ちょうどボールを投げた後にズキーンと右肘が痛いねん。それ大問題では？ちょっと困ってるんやけど、お医者さんに見せた方がいいかな。当たり前じゃん。心配だね。気にしすぎじゃない？心配だね。大丈夫？痛みがあるなら病院に行った方がいいよ。変に我慢して大事にするより早めに治療すれば早く治るんじゃない？そうやね。ちょっと時間作って病院に行ってくるわ。そうだね、ちゃんと治した方がいいね。それと練習のやりすぎは良くないよ。プロを目指す以上体のケアも大切やね。反省するわ。そうだね。心配させちゃってごめんね。ありがとう。なんか気にしないでよ。俺がレイカちゃんを心配するなんて当たり前なんだから。あ、ちょっとかっこよくないか、平野。おい、平野、ちょっとかっこよくないか、今のは。結構かっこよかったと思うぞ、俺は。今の感じ。大正解な反応だと思うぞ、今の。ちょっと、今回、平野のかっこいい姿見れるかもしれないな。いただきます。うちを弱そうとしてるん？甘いで。ああ、弱そうとはしてますね。じゃあ、乾杯しようか。そうやね。乾杯しよう。はい、乾杯。まあちょっと喋るんですけど、性格は？この前友達に教わった性格診断を試してみてもいいかな。いいよ、やってみて。簡単な性格テストからその人の血液型がわかります。それでは問題です。目の前に邪魔なものがあります。さあどうする？うちやったら拾って捨てるかな。はい、それでは診断します。え、問題一つだけの？レイカちゃんの血液型は AB 型かな。え、外れてるけど。うちは几帳面な A 型です。実はこのテストって当たっても外れても血液型が分かるテストなんだよ。なんや、誘導尋問なんか。騙された。まあ、はい、違う、私 A だよって言わせたら勝ちだもんな。頭いいじゃん。そろそろお時間やで。どうします？延長しまー。延長してくれてありがとうな。まだまだゆっくりしていってや。はいよ。まあお酒パー飲んで酔っ払って ETS 会話しましょうや。はい。ねえねえ、ちょっと聞いてくれへん？どうしたどうした？この間ボーリング場で練習しとったらプロに筋がいいって褒められてん。お、ええやん、よかったやん。そんでな、うちの投げ方見てくれてな、アベレージいくつって聞かれたんよ。ほう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 。うちは180ですなんて答えたら、頑張ればプロになれるよ、やって。ふんふん、それでそれで
はぁ、これはこれは、聞いてるか聞いてるか、ヒラリオ、聞いてるか。ちょっと、うちの話聞いてくれとるん？いや、こいつは聞いてないと思う。聞いてるよって言ったら多分怒られるし、聞いてないって言っても怒られるから、まあまあそこそこ聞いてたよ。ダメだ、俺なんかヒラリオの思考になんか惑わされてる気がする。正解だったんだけど、正解だったのがちょっと恥ずかしいぐらいだわ今。それなりに聞いてたよ。プロに練習見せてもらえてよかったじゃん。うん、プロに一言もらえたことで自分のボーリングに自信が持てたんやで。そうだよ、自信が人を作るんだ。これからも自信を持って練習していってよ。めっちゃ頑張るで。うちはボーリングに命かけてんねんから。頑張ってね。俺はいつだってレイカちゃんを応援してるから。ありがとう。まあ完璧に聞いてはなかったけどな、こいつ。もうちょいボーリングにも興味持ってほしいねんな。確かにね。まだこれヒラリオはあんまりボーリングに詳しくないって設定なんだろうけど、なんか詳しい話してみたい。なんなんだこいつって感じだもんな今。あーもうね、タイプかスリーサイズか、今日は飲もうよしかないこいつ。しゃあない、飲むか。レガちゃん今日はガンガン飲もうよ。どないしたん？いや、なんとなく飲みたい気分なんだよね。ほんならさ、うちとどっちが早く飲めるか競争せえへん？よし、じゃあ勝負しよう。どっちが先に飲み終わるか競争だ。うちにええとこ見せてや。ほんなら行くで。はあ、マジで負けても知らんからな、ヒラリオ。おら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 、酔いつぶれても知らんぞ、うん、俺は、うん、あー、なんかボタン押しちゃった。ちゃクソ早いんだけど、5秒とか。今日のところはこんぐらいにしといたるわ。おお、死んじゃう死んじゃう、酔っ払いすぎて。あ、もうこんな時間だ、そろそろ帰らないと。もう帰らなあかんの？うん、流れ惜しいけど今日はもう帰るよ。ほな、また来てくれる？約束やで。お、お見送りまで行ったね。よかったよかった。お酒も話もめっちゃ楽しかった。また来て。もちろん、俺も楽しかったよ。飲みすぎに注意だね。ほんまや。せやけど楽しかったから美味しく飲めたんやで。ありがとう。ほなまたね。はーい。かわいいな、レイカちゃん。かわいいな。さあ、酔いつぶされそうになったけど。危ない危ない。A 型なんだな。なんかいろいろ個人情報が割れてきましたね、だいぶ。さあ、でもなんかグローブが見つかる見つからないの話はしてないな。そういやグローブどうなったんだろう、そこは気になる。はい、メールメール。ちょぴっと反省中。毎度レイカやで。いつも会いに来てくれてほんまにありがとう。うち平野さんが来ると楽しくっていつもボーリングの話ばっかりしてもうてごめんな。今日はちょぴっと反省しとるねん。いや、あ、しとるんや。でも平野さんはいつもうちの話を聞いてくれるから安心して話してしまうよね。平野さんったら聞き上手なんちゃってな。またお話ししような。いつでも待っとるからまた会いに来てな。ほんならおやすみなさい。なるほどね。さあ、本日はここまででしときましょう。さあ、グローブが見つかるのか、てかそのグローブ次第でなんかプロになれるかな、なんか決まるみたいな、そんな話になっていったら怖いね。だってあれでしょ、思い出の品使ってるわけでしょ。不安だよ。なんかキーアイテムどこで出てくるのかちゃんと見極めないとな。というわけで皆さん、本日もありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。バイバイ。